いつも見てくれてるそこのあなた、チャンネル登録お済みですか？まだならぜひチャンネル登録を。よし、じゃあね、とりあえずバラしましょうか。ね。ここは外れるでしょう。で、ここは、こうなってんのね。よいしょ。どっちが、なるほど。これさ、リポバッテリーだったらここ入るよね。入るんだったらわざわざバッテリールートを変えるまでもないか。いや、あんまりね、手をかけたくない理由が一つあって、クリスマスプレゼント企画なんで、ちゃっちゃと終わらせたいんですよ。もう日数がね、あんまりないので、じゃないと、年始お年玉プレゼントになっちゃうので、そう、お年玉プレゼントやるほど、ね、ダメだ、入らないね。よし、わかった。じゃあ、後方にしちゃおう、これはね。そう、僕ね、年内までしか時間がないので、そう、こうやってね、もう、毎日更新できるのは、ね、今年中だけなんで、よいしょ。こう、面白いことは、をやれるだけやってしまおうかな、と思ってる次第です。おー、こうやって外れるのね。へぇー。はぁ、あ。はぁ、なるほど。なんだこりゃ。なんかネジが混ざってますがな。はぁ、なんかめんどくさい感じだね。この辺の鉄のパーツはちょっとやれちゃってるから、今ね、ウェットブラストをかけて塗装待ちになってるやつがあるから、それとちょっと変えちゃおうか。これは状態がいいのでこのまま使っちゃおうかね。よし、これはマシ締めすれば良さそうだな。なんでネジが混じってんのこれ。すげえな。いや、すみませんね。なんかジャンクで申し訳ねえっすって感じ。よいしょ。いやー、ネタで買ったらいいんだけどさ、さすがにね、邪魔だなと思って。すいませんね、なんか在庫処分みたいな感じで。あれ、なんだこれ。なんだ、なんでオーリングなんかで、なんか間に入れてくれちゃってんの。どういうこと。いや、意味不明。なんでオーリング本締めできねえじゃん。ってことは、これ、奥までネジを止めらんないってことかな。だってここもそうしてるもんね。あー、なんか空気を読むとそういう感じがするな。はっはっはー。わかんないな。奥まで止めらんないのかな。ちょっと止めてみよっか。え？あれ？なんか空転してる気がするな。気のせいかな。なんか空転してるね。ダメだ。これ止めらんない。よいしょ。ネジが切れちゃってんだ。ああ、残念賞だね、これ。これ止めらんねえじゃん。よいしょ。ちょっとここの様子を。なるほど。元はこうなってんだね。もともとは、ここが、に、芋ネジが入って、ちゃんとネジが切られてますね。ところが、こっちはネジがもうバカになっちゃって止められませんと。やっちまってるな。ネジのちょっとサイズの違うネジをぶっ込んで代用してみますか。ここが抜けるってことはここが抜けんだよな、きっと。ちょっと待ってよ。そうだね。ここが抜けるってことは、このインナーバレルのちっこい方が外れるってことなんだ。はっはっは、なるほどね。ということは、このネジは必須なんだ。で、それを、これがなんか間に挟まっていい感じになって欲しいんだけど、もうネジが死んじゃってぐらついてるわけね。
なるほど、ここを解決しておかないとまずいな。あのインチ2時にしちゃえばいいんじゃない。なんかいけそうな気がするな。あ、いける。これインチ2時にしちゃおうぜ。で、深さがちょっとノギスじゃ測れねえな、このサイズは。あ、いけた。深さが 3.8mm、 3.8mm 足すさっきの金具の厚さを足しますと、手前がつけて測りよかったか、 3.8 足す 3.1 か、6.9、6.9mm で、こいつはどんなもんだ。あー、ちょっとだけ長いんだな。あー、1ミリだけ長いから、1ミリだけ先端を削ってこれを使えば多分いけそうだね。多分ね、いける気がするんだよな。あ、なかなか抵抗がある。あ、しまった。あ、よしよし、いけるね。よし、ここでいこう。やっぱね、ほら、1ミリ浮いてるから、これ削ればいけんじゃね。で、インチネジだからあれだね、ネジロック材必須だね。よし、これちょっと1、こっちは1ミリ削って、こっちはもうちょっと低いんだな。じゃあ 3.、 同じ深さでしょ、同じ深さで 3.8 だから、こっちが 1.8 4 5 5.6 5.6 5.6引く 7.9 だから 2.3mm か、 2.3mm、 片方は 2.3mm 先端を削って、こっちは、1mm 先端を削ればどうもうまくいきそうなので、ここはね、削って、こいつを削ってここに対応させようと思います。よっしゃ、ここを外したってことはここが分離するはずだよね。うん、だからこれ外してえな。これどうやって外すんだ、無理やり引っこ抜けばいけるのかな。ダメだこれ。うーん、あ、わかった。後ろからもね、芋ネジで止まってる。これかな、ちょっと緩んできた。おーす、おーす、外れた。オッケー。よーし、邪魔なのが外れましたよ。よし、じゃあこれは、ちょっとね、やれちゃってるので、交換しましょうかね。交換しましょうかね。うん。まあ、最近ね、いい、塗装技術を仕入れたので、それでね、ちょっと塗装したやつを交換しまーす。あと、ここだなぁ。何が問題かって、ちょっとね、このプレート、本来であればもうちょっと手前にないとね、止まってくれてない感じがしてて、多分このフロントサイトをね、ちょっと後ろに持ってくれば、それで問題が解決する気がするんだよなぁ。よし。で、ここの芋ネジ、あ、上を外してね、ちょっと、ああ、よしよし、動いた動いた、オッケー。ここで止まってんだったらこれでいいや。本当はね、ここで止まるっぽいんだけど、なんかね、これほら、もともと A2 じゃんこれ。なんかね、違う M4 のね、パーツを流用してるみたいで、なんかね、若干サイズが合ってないんだよね。そこの帳尻をなんとかして合わせないと。あと、このサイトもちょっとね、汚ねえので、これもね、ちょっと再塗装します。じゃあ、この二つは再塗装だね。バレルはこれで、このままで良さそうだな。よし、じゃあ、これね、ちょっと、あ、他にも塗装する部分あるかな。あ、いや、他の状態はいいね。あ、あと、ここか。
これどうしようかな。実はね、真っ黒塗料なくて、あるかな、あるわ。うん、これも塗装します。よし、じゃあね、塗装に出すので、いや、今回はちょっと外装を一通りやってから何回いじりますわ。よし、それでいきましょう。